おかえりバンドケーバーン全身ワークマンのバンディです。あいにくの天気なんですけれども、漏れてたところはね、漏れてなくなりましたよ。え、今日はこちら換気扇、こいつを設置したいなと思っております。まあ、ちょっと雨なんで、とりあえず設置できるような状態に、まあ、できたら穴開けまでしたい。コーキングは明日ですね、やるとしても。いろいろ調べたんですが、なかなかね、家の作り方ではわかるんですが、こういうのを使った作り方がちょっとなかなかわかんなかったので、まあ、僕なりに考えてやってみるっていうような感じになります。買ってきたのはこちらの、USB で動くファンですね。 PC ファンなんですけど、まあ、こういうモバイルバッテリーで動くと。これを今回はここにこういう感じでつけたいなと。で、このソーラーモバイルバッテリーをここにこう常々設置しつつ、ソーラーの力で常に回すことができるっていうようなものを考えています。あとはだからこちらの USB のスイッチですね。今回ってるけど、ここでスイッチを切れる。しかも強さまで設定できる。これ弱い、これ切れる、これ強い。音が違いますね。ファンフィルター。こちら取り付けつつ、土台として買ってきた木材がこちらの 1x2。1x2 をここにつけて、これに乗っける形。ここ132ぐらいあるんですよ。これが120なんで、まあこちらの、この間剥がした 5.5mm の合板を両端に挟めば、ぴったしになるんじゃないかなと思っています。フードも買ってきて、これ厚さ8センチなので、まだこれ20センチしか出てないので大丈夫、10パーいってない。あとはこういうね、細かい棚受けになるかなって思って買ったもの、ステーとか、こいつ自体を固定するためのステーとか買ってきました。はい、というわけでやっていきましょう。まずはこちらの 1x2 材をカットします。こいつが土台になりの、これがのりのですね。で、ここ切っちゃいますね。1x2分と半分ですね。139。それでこいつを設置、入るか。あれ、余裕だいぶあんな。切りすぎた。なんで切りすぎた。遠目で切りすぎた。もう何してんの俺。でもね、そういう時もある。ダッセーな。ピッチリピチノスケにしたいんですよ、ここは。ピッチリピチノスケ。よっしゃー。これで、これが、超ぴったり。もう固定いらないぐらいキツキツですね。ちょっと細かい細工を、エアーフローって書いてあって、まあ、こっちに出るんですよね。こっちに。なので、ここにちょっと穴開けて、ここを通します。で、このフィルターをね、これに加えて、まあ、さらに、内側にはよくある換気扇のフィルターをやってもいいかなと。だいぶそれっぽい感じになってきましたよ。 5.5mm を挟むかっていうところですね。一応ちょっと 5.5mm やってみますか。よっ、これでここにぴったし。ちょっと釘打ってもいいかもしれないですね。こうぴったしね。ここに適当な穴をね、じゃあちょっと開けてみるか。何塗ってっからあんまやりたくないんだけどな。まあ、なるべく大きい穴の方がいいと思うんですね。ファンの外側の方がやっぱり効率がいいはずだから。あ、ちょっと暗いですね。はい。暗かった。明るくなった。なので、できれば、ここ残しでカットしていきたいなと思うんですよね。ここはこう切って、こう残して。なので、下書きしていきます。
感じで切りたい。すごく緊張するな。せっかく閉じてる空間にわざわざ穴を開けるというこの作業。行くぜ。開いたー。向こうが見える。もう後戻りはできない。こっちにしたいと思ってももう無理だ。見事穴が開きました。ヤスリかけます。よっしゃ、これで穴開いたんでいいじゃん。押してオン。いいね、吸ってるわ。換気扇ついた。ここベリベリってなっちゃったけど、まあここはね、小口をどうするかですね。明日雨止んだらこれつけてコーキングしようと思うので、ここはなんかで閉じなきゃな。2日目です。今日はですね、外にフードを作ってコーキング、切っちゃった部分の小口だけはなんとかしようと思います。じゃあやっていきます。小口はバニーテープで覆っちゃおうかなと、あとそうしようかなと思ってどれも買ってきたんだけど、うん、こっちの方が早いなっていう。俺の中でアルミテープ万能説あるからね。悪くなさそう。ダクト感出たわ。よさげじゃないですか。変えて、お、いいじゃん。はい、こんな感じでアルミテープで覆いました。いくよ。これコーキングするんでマスキングだけしちゃいました。アルミテープ貼ったんで結構いい感じにダクト感あるんですよね。でね、ここをこういう風に設置しとくようにしようかなと思ってるんですけど、ちょうどねステーが余ってたんでこれここに設置しちゃいます。ここにバッテリーがついたので、これが落ちてこないようになんかステーをかまそうかな。これで落ちてくることはないでしょう。ダサッ。これでちょっと息苦しさなくなるんじゃないかな。はい、というわけで換気扇ができました。いい感じに吸ってます。ちょっとなんか煙を焚いてみようかな。線香買ってきます。よし、ちょっと待ってろよ。うんちゃん。はい。換気扇できたよ。換気扇ですね。太陽光で常に充電してるバッテリーから給電してるんだよ。すごい。それも取り付けちゃった。いや、これ外せるようになってる。いいじゃん。じゃあこれ今最後に線香買ってきたんで、うん、吸ってるのを皆さんにね感じてもらうためにお線香に火をつけて煙を出します。背景が白だから分かりにくいかもしれないんだよね。ほら、めっちゃこんな風になってるよ線が。あ、ちょっと映っあ、すごいすごい、換気扇だ。換気扇できた。はい、というわけで換気扇ができました。いいんじゃないでしょうか。僕が今悩んでるのは、こんなにしっかり換気する換気扇作っちゃったら吸気口も必要なのか、それともこれぐらいの作りのもんだったらどっかから吸気されるでしょって考えていいのかが悩みどころです。
というわけで、万の毛でございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。可愛い子お願いしてみました。はい、可愛い子お願いしてみました。そして今日の動画のコメント欄のテーマはこの冬の予定どっか行こうとか思ってる人は教えてね。それを参考に僕らもね、旅行とか行けたらいいなと思いますんで。そうですね、よろしくお願いします。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。